ステレオは音響工学ではステレオフォニックの略語であり左右二つのスピーカーで音声を再生する方式のことである。講義にはステレオフォニック再生のための音声信号を集音、録音、伝送、通信、放送、加工する技術全般またはステレオフォニック再生のための音響再生装置を指す。以下は主に音響工学に 厳密な古典的な文であり、サラウンド、ヘッドホンなど、聴取形態が多様化した現在では、以下のような細かなことはほとんど言われない。特に音楽ファンにおいては、音声信号が一つのものは、再生方法に関わらずものか、モノラル、左右二つのものは、ステレオという。ステレオフォニック再生は、典型的には、聴取者の水平方向前方左右三十度の位置に、 一体のスピーカーを排して二チャンネルの音声を再生する。それに対し、前方正面の一つのスピーカーから一チャンネルの音声を再生する方式をモノフォニックと呼ぶ。なお、一般にモノラルと混同されるが、これは口実の通り別の再生方式である。また、一チャンネルの音声をステレオフォニック用の二つのスピーカーから同時に再生して聴取する方式は、 ダイオティックと呼ばれ、モノフォニックとは厳密には区別される。ステレオフォニック再生は、モノフォニック再生に比較して、音像定位や音上感が加わり、再生音の臨場感が増す効果がある。二つのスピーカーと聴取者頭部が一辺三メートルの正三角形に位置する配置が最も望ましいとされている。この時の聴取者の位置のことを、リスニングポイント、または、 スイートスポットと呼ぶ。録音については、左右一体のマイクロフォンで集音してそのままに、チャンネルの音声とする方式と、個々の楽器や歌手に個別のマイクを当てがい、オーディオミキサーで2チャンネルの音声にまとめる方式とがある。現在のほとんどのコンパクトディスクは、ステレオフォニック再生用として収録されているが、前者の方式で録音されたものは一部のクラシック音楽などであり、 大半は校舎の方式で録音されている。ステレオフォニック再生で臨場感が増す理由として人間が元々左右の耳に入る音の位相差及び音量差などを利用して音源の方向を把握している点が挙げられる。これを2つのマイクロフォンでシミュレーションする方式としてにチャンネル音声伝送は考案されたが当初はステレオフォニックではなく バイノーラルと呼ばれる方式であった。これは、二つのマイクルフォンを、領事の位置に備えた、疑似頭部を用いて集音した二チャンネル音声を左右の耳に当てがった1体のイヤーフォンで聴取するもので、この再生方式をバイノーラルと呼ぶ。ちなみに、左右どちらか一方の耳で一つのイヤーフォンで聴取する再生方式をモノラルと呼ぶ。バイノーラル再生の効果は、パリ博覧会にて、 複数の電話を用いることで偶然に発見されたとされているが、真偽は不明である。現在に至るまで、バイノーラル録音はドイツで研究が盛んであり、ハッツも性能を高め、サラウンド以上の臨場感が得られるケースも出てきている。内話英語。音源が普通のステレオ録音の場合、通常のステレオ装置では、ステレオホニック再生、ヘッドホンステレオでは、 バイフォニック再生を行っていることになる。モノ録音の CD を普通のステレオで再生すると厳密にはモノフォニックにはならない。ステレオ録音する際のマイクセッティング方法は様々なものが提案されてきた。また、ほとんどの商業録音ではマルチマイク録音が行われる。これは、各楽器、パート別に多数のマイクロフォンを配置し、マルチトラックレコーダーを用いて、 他チャンネル録音を行い、後で各チャンネルの音楽的バランスを取りつつにチャンネルにステレオミックスする方法である。音像の位置はパンポットを用いた左右の音量差のみで決めることが普通である。単一のスピーカーとは限らないが、ステレオ音源に対比して単一の信号音源を出力する方式である。スピーカーが単一または複数に関わらない。 ステレオ録音の音源の再生では左右の和信号の再生をしないと片方だけの信号になるため和信号の再生が一般的である左右の和信号を得るのはワンポイントステレオマイクによる録音やマルチマイクによる録音では問題がないが間隔をあけたペアマイクによる収録では位相差に伴うコムフィルタ効果が問題になる名称のモノラルモノあるいは モノオーラルはバイノーラルに対するレトロニムである。3つ以上のスピーカーを使って音を出す。サラウンドサウンドは通常はスピーカーのうち2つが前方左右に配されており、ステレオの一種である。DVD など新しい記録メディアでは多チャンネル記録によってサラウンド効果を出せるよう最初から企画化されている。パリ電気博覧会で使用したクレマンやデールの ティートラ・フォーンのプロトタイプの図1881年、クレマン・アデールは世界初の2チャンネル音響システムをパリで公開した。オペラ座の舞台からパリ電気博覧会会場に設置した部屋まで一連の電話通信装置を接続し、オペラ座での公演の音声を生中継で転送して聞かせるものだった。サイエンティフィックアメリカン誌はこの模様を次のようにレポートしている。 この2チャンネル電話方式はフランスでティートラフォーンの名で1890年から1932年まで、イギリスではアレクトラフォーンの名で1895年から1925年まで販売された。どちらもホテルやカフェに高価投入式の受話器を設置するか、個人宅で受信設備を導入してサービス提供を受ける形式だった。1930年代。 EMI のアラン・ブラムレインが、ステレオ録音、ステレオ映画、さらには、サラウンドの特許を取得した。1931年、EMI のブラムレインだはにチャンネルの、ステレオ録音方式を開発し、1933年に、特許を取得した。これは25年後ステレオレコードの主流となる方式と、同じで、レコードの溝の2つの壁を直角に交わらせて、 左右の壁に2つのチャンネルを録音するもので、1933年に EMI が開発した。ベル研究所のハーベイ・フレッチャーもステレオ録音、再生方式を研究していた。フレッチャーの試した方式の一つに、ウォール・オブ・サウンドと呼ばれるものがある。これは、オーケストラの前に多数のマイクロフォンをずらっと並べて録音し、別のリスニングルームで、 それぞれの録音を同じ形に配置したスピーカーで再生するものである。最大80個のマイクロフォンを使ったことがある。1932年3月にはフィラデルフィアのアカデミー・オブ・ミュージックが2つのマイクロフォンで1つのレコード版に2つの溝を刻む方式も試されている。演奏はフィラデルフィア管弦楽団で指揮はレオポルド・ストコフスキーである。 この時の録音で現存している最古のものは1932年3月12日に録音されたスクリアービンのブロメテヒの歌である。1933年4月27日、ベル研究所が3チャンネルのステレオ音声のデモンストレーションを行った。これはフィラデルフィアでフィラデルフィア管弦楽団が演奏した音声を ワシントン DC のコンスティテューションホールに生中継し、指揮者のレオポルド・ストコフスキーが、コンスティテューションホールで音声のミキシングを制御するというデモンストレーションだった。同年開催されたシカゴ・バンコク博覧会でも、ベール研究所がバイノーラル音声のデモンストレーションを行っている。この時は、2つの信号を深幅変調で、それぞれ別の周波数で放送した。 1940年、カーネギーホールでのデモンストレーション1940年4月9日と10日に、ベル研究所がカーネギーホールで行ったデモンストレーションは3台の大型スピーカーシステムを使用した。映画用フィルムに3つのサウンドトラックの形で録音することで3チャンネルの同期を達成している。ダイナミックレンジが制限されているため、 音量圧縮技法が使われ、第4のトラックを音量身長の調節に使用した。1970年代のドルビーノイズリダクションシステムも基本は似たような技法だが、はるかに洗練されている。音量圧縮と身長は完全自動ではなく、手動で音質を改善させることを意図して設計してあった。すなわち、全体の音量と各トラックの相対音量を芸術的完成で、 調節可能だった。音響技術に興味を持っていたレオポルド・ストコフスキーの式でフィラデルフィア管弦楽団の演奏を録音した。ストコフスキー自身も録音の改善に参加した。スピーカーは合計で1500ワットの音声出力であり100デシベルの音声レベルを生成した。デモンストレーションの模様を報じた記事によれば観客は魅了され、 時には大いに恐れたという。デモンストレーションを聞いたセルゲイラフマニノフは驚くべきものだったと述べたが、同時にあまりにも音量が大きすぎて、なんとなく音楽的ではなかったとも述べている。また、展覧会の絵はあまりにも改善され、あまりにもストコフスキー的だったため、よくよく聞くまで曲名がわからなかったとも述べている。映画1937年。 ニューヨークのベル研究所で、同研究所とエレクトリカルリサーチプロダクツ、インクが開発した2チャンネルステレオ音声付き映画のデモンストレーションが行われた。レオポルド・ストコフスキーの指揮で、フィラデルフィアのアカデミー・オブ・ミュージックが開発した旧トラック音響システムに録音し、ユニバーサル・ピクチャーズが1937年に撮影した映画、オーケストラの少女の サウンドトラックに使用したものである。旧トラックで録音したものをミキシングして2トラックにしている。1938年、メトロゴールドウィン・メイヤーが映画のサウンドトラックとして3トラック方式を採用し、すぐに4トラックに改良した。1トラックは俳優のセリフ用、2トラックは音楽用、1トラックは音響効果用である。この方式は、 ステレオ音声にすることを目的としたものではなく、4トラックをミキシングして一つの光学式、サウンドトラックを作りやすくするためのものだった。この方式を採用した最初の映画は1938年の初恋合戦で、ジュディ・ガーランドの歌いとネバーレインズ・バット・ホワット・イット・ポアーズがバイノーラル録音されている。ステレオ音声を映画館に導入した最初の映画は、 ウォルトディズニーのファンタジアで1940年11月の公開である。このために特別な音響方式ファンタス運動を開発している。ファンタス運動では4つの光学式サウンドトラックを持つ別のフィルムを使っている。そのうち3トラックが音声トラックで残る1つは映画館のアンプの音量を制御するための情報が格納されていた。 工業的には失敗したが、主要都市で音響設備の整った映画館だけで2ヶ月間公開した後、サウンドトラックをモノラールにミキシングし直して、拡大公開を行った。1940年代初め頃、アルフレッド・ニューマンが20世紀フォックスの他チャンネル録音が可能な録音ステージの建設を指揮した。この時代に録音された他チャンネルのサウンドトラックは、 いくつか現存しており、DVD のリリース時に使われた。例えば、我が他には、緑なりき、アンナと、シャム王、銀レーセルナーで、地球の静止する日などがある。磁気テープによる録音の発明により、高音質で他チャンネルを同期させて録音することが容易になり、また安価にできるようになった。 1950年代初めには主要なスタジオが3 5トル磁気テープで録音するようになった。しかし実際に映画がステレオ音声で公開されるには映画館側の整備が必要である。1952年9月20日に公開されたこれがシネラマだは、ステレオが工業的になり立つことを証明した。シネラマは 現代の iMAX と比較しても遜色のないワイドスクリーン方式である。このため、シネラマを上映する映画館は構造的にいくつかの条件を満たす必要があった。シネラマのサウンドトラックは磁気テープ状の7トラックで構成され、5トラックはスクリーンの背後の5台のスピーカーを駆動し、2トラックがサラウンド用である。このシステムは磁気録音技術の先駆者ハザード、 イーリーブスが開発した。シネラマを体験したことのある人によると、その音響は現代の標準と比較しても素晴らしいものだった。1953年4月、ニューヨークでのみ、これがシネラマだが公開されている頃、多くの観客は、ヴィンセント・プライス主演の立体映画、肉の老人形でステレオ音声を体験していた。その音響方式は、ワーナーホニックと呼ばれ、 35mm 磁気テープに左右と中央の3トラックを記録し、これを2台の映写機と同期させ、映画のフィルムにも光学式でサウンドトラックを設けている。光学式サウンドトラックの一つは他に問題が生じた時のバックアップとしてモノラル音声を記録している。ワーナーホニックを使った立体映画は他に2本だけ制作された。 これらの映画の磁気テープトラックは紛失している。他にも立体映画が制作されたが、その多くが3チャンネルの磁気テープによる音声を採用していた。例えば、It c a m e From Outer Space, I, The Jury, The Stranger Wall, A-Gun, k s m e k t などがある。シネラマに触発され、映画業界はより単純で安価なワイドスクリーンシステムの開発に乗り出した。 20世紀フォックスが開発したシネマスコープは4トラックの次期サウンドトラックを採用していた。シネマスコープは標準的な 35mm フィルムを採用していたため既存の映画館で上映が可能だった。20世紀フォックスは 55mm フィルムを採用したシネマスコープ55も開発した。こちらは6トラックのステレオを採用していた。しかし、こちらは 新たな映写機を必要とするため失敗に終わり、2作品がこの方式で作られたが、結局 35mm のシネマスコープで公開された。埋め合わせのため、回転木馬は6トラックのサウンドトラックで公開され、王様と私は1961年に 70mm フィルムと6トラックのサウンドトラックで再公開された。1954年以降も、 磁気テープのサウンドトラックによるステレオ設備を導入できない映画館のためステレオ音声の映画をモノラルに変換し高額で記録したものが必要とされた。ドルビーラボラトリーズのドルビーステレオが使われ始めた1975年頃までこのような状況が続いた。例えばフランコゼフィレッティのロミオとジュリエットのサウンドトラックのアルバムはステレオになっていた。 ステレオを使う映画は、ウエストサイド物語、マイ、フェアレディ、キャメロットなどのミュージカル映画、クレオパトラなどの女ジ誌ジ、サイモンガーファンクルの曲を多用した、卒業のような音楽を重視した映画に限られていた。今では、映画は、基本的にすべてステレオで公開されている。レコードと、磁気テープ LP 版のステレオ表記1940年代から1970年代に、 かけてのステレオの進歩は、複数チャンネルの録音、再生時の同期の困難さを技術的に克服していく過程であり、同時に新たな録音媒体と録音再生装置を市場に売り込んでいく過程だった。大まかに言って、ステレオシステムは、アンプとスピーカーが2つずつ必要となり、モノフォニックシステムの2倍のコストがかかる。消費者がそれだけの金額を出すに値すると考えるか。 どうかは明らかではなかった。1952年、エモリー・クックはバイノーラル版を作成する装置を開発した。レコード盤上に2本の溝が刻まれていて、両方に針を落とし、同時に再生する。それぞれのピックアップは別々のアンプとスピーカーに接続されていた。クックは、レコード製造装置を売る目的でこれをニューヨークのオーディオフェアに出品した。しかし、 すぐにバイノーラル版のレコードを作ってほしいという注文が入るようになり、クックはレコード版の商業生産に乗り出した。クックが製造したレコードは鉄道の音から嵐の音まで様々なものがあった。なお、バイノーラル版とバイノーラル録音には直接の関係はない。百五十三年のクックのカタログにはオーディオマニア向けの十五種類のステレオレコードが 掲載されている。1952年、1、4インチ時期テープに2つの録音、再生ヘッドを使って、ステレオ録音するデモンストレーションが行われた。1953年、レミントン・レコーズは、ソーア・ジョンソン式のシンシナティ交響楽団の演奏などをステレオでテープ録音し始めた。同年、RCA ・ビクターも、 レオポルド・ストコフスキーやニューヨークのミュージシャンの演奏を試験的にステレオテープ録音している。1954年2月21日22日、RCA はシャルルミュン主式のボストン公共楽団の演奏によるベルリオーズのファウストの5罰をテープ録音し、それをきっかけとして同社はステレオテープ録音を常に行うようになった。直後、伝説の指揮者、 アルトゥーロ・トスカニーニの最後の2回のコンサートが磁気テープにステレオで録音された。しかし、これら初期のステレオ録音がステレオのままでリリースされるのは1987年から2007年のことである。イギリスでは1954年中頃、デッカレコードがステレオでのテープ録音を始めた。1954年、コンサーテイップスや RCA ビクターといった企業がステレオ録音済みオープンリールテープをモノラル録音の2倍の価格で発売した。オーディオマニアがこれを購入し、ついに一般家庭にステレオ音響がもたらされた。ステレオ録音は音楽業界では1957年までに広く採用されることになった。オーディオフィデリティレコーズのステレオを デモンストレーションするためのレコード1957年11月、世界初のステレオ版レコードの大量生産を弱小レーベルオーディオフィデリティレコーズが始めた。創業者で社長のシュドニー・フレイは、ウェスタンエレクトリックのウェストレックスブランドのステレオレコード製造装置を使い、大手レーベルに対抗しようとした。A 面は、デュークス・オブ・ディキシーランド、B 面は、鉄道の音だった。 12月16日フレイはビルボード紙に広告を掲載し、その中で業界関係者が会社のレターヘッド入り要請で申し込んできたら視聴用レコードを無料で申請すると書いた。この動きは大いにメディアに取り上げられた。フレイはさらに4タイトルのステレオ版レコードをリリースした。ステレオ蓄音機の販売店は他に選択肢がないのでオーディオフィデリティレコーズのレコードを店頭で流した。 ステレオ版レコードの普及は1958年にステレオ用カートリッジが250ドルから29.95ドルに値下げしたことで拍車がかかった。1958年夏、オーディオフィデリティのマーチングアロングウィズザ・フェノメナル・デュークス・オブ・ディキシーランドボリューム3を筆頭としてステレオ版レコードが一般の店頭に大量に並ぶようになった。完全ステレオ改善。 英米では、ポピュラー音楽中心に、ステレオ版 LP レコードの多くには、同タイトルのモノラル版が存在した。1960年代中期、モノラル録音を電気的にステレオ風に加工した、ステレオ版が多数制作された。その頃のポピュラー音楽では、同じ曲を、モノラル録音と別にほぼ同じバージョンで、ステレオで録音し直すこともあった。例えばビートルズのレコードには、 モノロオ音、ステレオ録音、ギ似ステ、そして、ステレオ録音を単に足したモノラルのものが存在する。ビートルズの場合、さらに最新リマスター版が加わる。1968年までにレコード会社の多くは、モノラル版の新婦発売をやめた。ラジオ放送1925年12月、ノーサンプトンシャーのダベントリーにある BBC の試験放送局 5XX が、 世界初のステレオラジオ放送を行った。内容はハミルトンハーティ式でマンチェスターで行われたコンサートである。右のチャンネルは長波の全国放送で、左のチャンネルは中波のローカル放送だった。BBC は1926年までロンドンのニエルオートダベントリーノの XX を使った実験を繰り返した。1958年には、 ロンドンで FM ステレオの試験放送が開始され、毎週土曜日の朝にテレビの音声と中波ラジオで両方のチャンネルを提供した。BBC の FM ステレオの本放送は1962年8月28日に始まった。1952年5月22日、シカゴの AM ラジオ放送局 WGN は1時間のステレオ試験放送を行った。 一つのチャンネルを AM 局で放送し、もう一つを FM 局で放送する方式である。ニューヨークの WQXR は1952年10月にステレオ放送を部分的に開始し、1954年にはすべての音楽番組をステレオ放送にしている。こちらも AM と FM で左右のチャンネルを放送する方式である。 レンセラー工科大学は1952年11月、キャンパスにある2つの AM 曲を使って1週間のステレオ放送を行ったが、受信エリアはキャンパス内だけだった。HH スコットモデル350。アメリカ発の FM ステレオチューナーペンシルベニア州、ピッツバーグのケイドカ FM は、1960年7月から8月にかけて、 FM のみのステレオ放送システム6種類の比較試験を行った。連邦通信委員会は1961年4月、ステレオ FM 放送の技術企画を発表し、1961年6月1日、アメリカで初のステレオ FM 放送が正式にライセンスされることになった。最初のステレオ FM 放送を行ったのは、シカゴの WFM とスケネクタディの WGFM である。 テレビ放送1952年12月11日、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場で演じられたオペラ、カルメンをケーブルテレビ方式で全米各地の劇場に放送し、それに RCA の開発したステレオ音響システムが使われた。1958年から1959年には ABC ネットワークが75の受信エリアで音楽番組座、The ローレンス・ウェルクショーを何回か実験的にステレオで放送した。この時は一方のチャンネルを ABC の AM ラジオネットワークで放送した。1958年10月21日、NBC も同じようにテレビとラジオのネットワークを使い、ザ・ジョージ・ゴブルショーという番組の中で3分間だけステレオ放送を行ったことがある。1959年1月30日、 ABC は、ウォルト・ディズニー・プレゼンツの番組枠で、ザ・ピーター・チャイコフスキー・ストーリーのステレオ放送を実施した。これは、ディズニーのアニメ映画、眠れる森の美女の場面を使ったもので、ABC は、AM 局と FM 局を動員して、左右の音声チャンネルを放送した。1961年に FM ステレオ放送が始まると、サイマル放送方式で、 音楽テレビ番組の音声を FM ステレオで放送する例も出てきた。1960年代から1970年代にそのような放送を行う場合、録画素材の音声をオープンリールテープにして FM 局に送り、手動で同期させていた。1980年代には放送衛星で番組を配信できるようになり、同期も自動化された。 サイマル方式のステレオテレビ放送は FCC が MTS ステレオを承認するまで行われていた。ケーブルテレビは MTS ステレオが普及するまで複数の周波数を使ってステレオ番組を提供していた。ステレオケーブル放送をいち早く採用したのはザ・ムービーチャンネルだがステレオ放送を最も多用したのは MTV である。日本では 1978年に NHK と日本テレビ放送網が音声多重放送の実験放送を開始し、同年10月より前日の2曲に加えて TBS テレビ、富士テレビジョン、テレビ朝日及び一部地域を除く系列局が、また同年12月下旬に東京12チャンネルがステレオ放送の本放送を開始した。テレビアニメではルパン三世、 第99話にて初めてステレオ音源が使用された。1984年には番組の12%時間にして1週間のうち14時間から15時間が音声多重放送となっている。テレビ放送のステレオ化は番組よりもコマーシャル放送の方が先行し、1980年代末にはほぼ全てのコマーシャル放送がステレオになった。それを利用しして タイマー録画においてコマーシャルを自動的にカットする機能が1990年代初頭に販売されたビデオデッキに搭載されたことがある。西ドイツでは1984年第2ドイツテレビがステレオ番組の放送を開始した。アメリカでは1984年に MTS が FCC によって標準化された。 NTSC フォーマットの音声搬送波に3つの音声チャンネルを追加で符号化する技法である。1984年6月26日、NBC が部分的にこれを使ったステレオ放送を開始した。定期的なステレオ放送は1985年になってからである。ありがとうございます。